フルヘッドは決まった。先制仙台西村。まあ、自分の特徴を周りにもう少し理解してもらう時間が必要ですと思いますね。中折り返し、マセが中央足を伸ばしましたが、まだルーズボール拾って、ハチスカ中送る、ヘッドは決まった。先制仙台西村。ユアテックスタジアム仙台メモリアルマッチ、先制ゴールを決めました西村。まあ、ここ逆サイドまで流れてきたボールをハチスカ選手がいいんで、プラスのボールを上げましたね。まあ、守備としても非常に競りにくいボールでしたし、まあ、よくそこに対応した西村選手のヘディングもうまくすりましたね。まあ、ここで深く当てずに薄く当てることによってキーパーの逆をつきましたね。まあ、手倉森監督がこの直前に交代をしましたけども、入った選手が期待に応えるゴールとなりましたね。